こんにちは、今回も久しぶりにギルド戦をね、やっていきたいなと思います。あで、ちょっとやっていくか。あ今ランキングがちょっと119位で、あまあ、毎貢献ポイントが0で、まあ、毎戦績も0戦0勝ということで、ちょっとあ頑張らないといけないと思ってるんですけども、まあ、やっていくわ。で、ジェムがね、5万6000ってなってて、すごい増えてるんですよ。で、その理由がですね、まあ、前回撮った動画の、7000ジェム稼げる、まあ、これ1個前の動画で、まあ、上げたんですけど、ちょっとね、ジェムすごい稼げるので、ちょっと今、この新田戦記っていうのやってる間にやっといた方がいいかな。弱いな。あだから今やると多分7000ジェムで、メインをまあ60レベルぐらい上げてる人やったら多分8000から9000ぐらいまでジェムもらえるから、前回の動画見てもらえたらよりね、理解が深まるかなと思います。でギルド戦に関してあんま喋ることもないので、あんま無言でやることが多いかな。で集中してしまって無言でやる。あ待て、一撃で死んでいったぞ今のやつ。大丈夫か、40何レベルのやつやろうな。今のちょっと笑ってしまうな。あ、基本的にガードとかはしないです。よくわからないので。はい。とりあえず、こう、ぴょんぴょん跳ねてたら、当たらないんで。弱いな。弱いな。相当な弱さやな。はい、勝て。ダブルキルか。なんかすごい弱い相手に当たるときと、クソ強い相手に当たるときがあるから、で、キキ3とかね、出てくるとほぼ負けやから、とりあえずギルド戦でね、兄かあんま強くないから、ヘルフレアがさ、避けれへん、避けれないから強すぎるんだよな。これ切ったにさ、3VS1 でさ、こんだけ手こずってるわけやから、しかも相手まだノーダメやん。手こずりすぎやろ、こんなやつに。あれ死んでるやん。死んでるやん。あかん。これ足引っ張るパターンやね。これ絶対強い人やったら、瞬殺されてるから、何一人に手こずってんねや。一人に手こずりすぎやろ。しかも相手全然食らってねえじゃねえかよ。あずるいずるいずるい。あーあー当たった。やな、一人に手こずりすぎやわ。あいつ何レベルだったかな。でも50、ああ食らってるか。あよしよしよし、いいぞ。まあ 3VS1 で負けるはずなんかほぼないから、それがもっといけるはずなんだけどな。なんでこんなこいつやばいやばい、一人死にそうだぞ。大丈夫か。おい遠藤さん大丈夫かな。もうちょっとやられてしまうぞ。あかん、こんな手こずってるようじゃ上位には勝てない。あやばい。まあ時間差で勝つかな。あただ一機一体に、これだけ手こずりってか一人死んで遠藤さん死んだけど大丈夫か。いや私もね死にそうやけど、てか63レベのさ、やつがこんだけ体力減ってるっていうのはどんだけ下手くそやねんとね思うんですけど、いや、やばい時間差で勝ったって感じになった。下手くそすぎるじゃないか。ちょっとうまかったな。キキは61か。まあ、61ならまあ、わかるわ。まあ、強くてもわかるわ。今のやつが50何レベルのやつで手こずってるってなってたら、正直、やばいわ。EVE さんか。まあ、あんま強くはないな。これも勝ちたいとこやな。兄か3人やからなんとか勝てそうかな。いや、キキ1体で盛ると厳しいけど、キキがいない、まあ、ギルドはあんま強くないからな。まあ10戦やるとしたら20分ぐらいなんのかな。ちょっと1試合で5分ぐらいかかってるから手こずりすぎやわ。あもう一気に攻めていくわ。ああ食らってる食らってる、なんでや。よしよしいいぞ。
あ、邪魔邪魔すぎるだろう。やばいやばいやばい。先週まではね86位とかで結構上位行ってたんですけど、今週は無理かな。やっぱ他のギルドが結構強くなってきたからなかなか厳しいんですね。あああかんあかんあかん。とりあえず一体やられてしまうとねだいぶ不利になるから。あーまずいまずいまずい、これまずいわ。相手全然食らってないしな、まあ、まずすぎるぞこれ。あーまずいまずいまずい。一回逃げるわやばいやばい、これ負けるぞ。いやファーストさんが 3VS1 になってしまうから、とりあえずこいつだけでも。あーあああかんあかん、まずい、これまずいぞ、だいぶまずい。ああまずいまずい、負けるわー、これまずいわなんとか一回、よしよし、いいぞいいぞいいぞ、ちょっと逃げるわ一回。ああ 2VS1 になってるから、とりあえず、あ、私だけこう隠れといて、あーな、じゃあスキルをまず貯めることを優先にしてちょっと様子見るかよしいいぞいいぞ。ああ、やばい、おい負ける負ける。ああ危ない危ない。ああまずい、逃げろ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 。スキル貯めてからちょっともう一回戦うようにするわ。あまりね無理に動くと負けてしまうから、とりあえず、あ、逃げるか、逃げていって。あ、まず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 、あ、よしいいぞいいぞいいぞ。あ、よしよしいいぞあ、よしよしいいぞ。まあこれだけ体力低くなってもやっぱ生きてるのがやっぱ強いな。あ、まずい、負ける、やばい。あ、あああああやばいやばい。あまずいな、今のちょっと失態やな。これファーストさん頑張ってくれるかな。まずいな、今のちょっとスキル貯めてから。あー20秒しかない、まずい。あっちの方が体力あったような気がする。あーやばい。あーでも勝ったかな。あーやっぱうまいな、やっぱうまいな。いやルーカス使いは結構うまい人多いから。あーまずいまずいまずい、これ負けるぞ。あ、負ける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 。ラスト1秒で負けたって、いやーこれ悔しいな。今のちょっともうちょっと私が頑張ってれば勝ててたのに、あーしくったな今の、ちょっと申し訳ない。であと1人はちょっと呼ぶか。ちょっと2戦しただけでだいぶ時間かかんな。あ、マモルさんか。あールーカス界で今一番、あ、ほっとほっとあのマモル16さんかな、一番強いから。あーすごいね、ギルド戦でもなんか5万やったかな、6万やったかな、そんぐらい1人で稼いでくれてるから、あーすごいありがたいんやけどな、うん、すごい強いです。まあ装備とかは、ギルドで調べてもらったら多分出てくると思うんですけど、マモルさんがいるだけでだいぶ勝率が変わると言っても過言ではない。そもそも私自身がやっぱステータス高い人がいるとなんか強いのと当たりやすいんだけど、やっぱ腕がない人、まあ、私みたいに腕がない人がこうやると、まあ、強い人と当たると、ね、ほとんど無理やから、逆に足手まといになるというか、あんまり強い装備で行き過ぎると、まあ、逆にかえってなんかデメリットしかないというか、だから難しいところでもあるのが、ただ、レベルが低い人も相手が弱いので出てきてくれるからありがたくて、あだから何とも言えないっていうのがあって、あボコボコにされてるなまずいまずい。あーまずまずい。あー分かんない、63レベルでこんなに装備が強いのになんかすごい食らうんですよね全く攻撃が当たらないっていうね。あーいやいいよしよし、あーよしよしいいぞ。メノーのマセ、あーでも黒曜石をつけてないからなかなか勝てないのかな。SS の黒曜石が4個あるから、 あと SS の黒曜石が1個あれば、ね、SSS の作れるんで、まあ、なんとかなるかな。あマジマジ、あこれ負けるぞ。63レベルもしといてさ負けるとかありえないあこれ負けたな。あいいぞいいぞ、
あ、よしよし、いいぞ。あ、これ勝てるかな。いや、だいぶ違うな。 3VS1 で勝てるのはやめちゃうな。まあ、ほとんどね、私自身は活躍してないけど。まずいまずい、2800しかない。あれ、マモルさん、あー、まあそうか、私だけ、な、そうやな。まあ装備自体はすごい強いと思うんやけどな、13万8000と18万2000やから、あー、なかなか強いと思うんやけどな。いや、強い強い強い。63レベル2人かよ。強すぎだろ。で、今何千や、4000ぐらいやってんのかな。ちょっと100以内今週無理そうやな。しかも相手だいぶ強いしな。あ、弱い相手にした。あー、いや強すぎるわ。いや、体力を結構あの中心で上げてたけどだいぶ食らうな。あ、まずいまずいまずい、何もできてないよこれ。まずいまずいまずい。これずっと押してるんですけど、ああ、だったか。よし、いいぞ。ああ、いいぞ、いいぞ。この動きは、この動きはいいわ。あれ？あれ？あ、あ、あ、まずい、まずい、まずい。ああ、負ける、負ける。あら、ちょ、逃げる？逃げ、ああ、やばい、やばい。逃げるか？ちょ、逃げるわ、一回。あ、いや、負けたら元も子もないし、やっぱスキル貯めてからやって、あ、ついてくるか。とりあえずここで待機して、ちょっとスキル貯めてからちょっと行くか。ずっとスキル連打してたら無敵時間が長くなるから、なんとかいけそうな気がするんやけど。あ、いいぞいいぞ、この調子で1体倒せばなんとか逆転しそうなんだが、あー、まずい。スキル貯めてから、もう一回再挑戦するか。ちょ、一回逃げて、あー、まだスキルを貯めてからやった方がいい。それが一番賢いから。で、ファーストさんもマモンさんも、まだ体力が、いっぱいあるから、スキル貯めてからやった方がいいやろ。で、これ今、2桁の、相手やから、それに勝ったらだいぶ強いしな。で、スキルを貯めてから、でも、あー、まずい。ここでやられてしまったらまずいから。よし、いいぞ。あ、よしよし。よし、いいぞ。一体倒したし、もう一体も、ああ、よしよし、いいぞ。もう一体もやら、ああ、まずい。まずい、まずい、まずい、まずい。まずい、まずい。兄かが二人とも、ちょっとまずいとか。なるほど。いや、今の、兄か一体倒してたら、まずいな。兄か一体倒してたら、ああ、そっか。あとは危機だけか。やっぱ強いな。ルーカス使えやっぱうまいわ。あ、これ勝ちやな。安心して見てられる。あ、すごい安心して見てられるわ。この人だけ全然格が違うからな。この人と、忍三郎さんも強いしな。あ、まあ、他も、まあ、皆さん強いんだけど、まあ、特別強いかなって思うのがこの2人かな。3キルしてもんな。一人で3キルしてもんな。まあ一応、まあ私もね、ボコボコにはしてるんですけど、116位。あー、2桁になるまで頑張りたいっていうのあるけどな。8位か。ただこっちも一応60レベルが 3人やから、別に、あー、負けと確定したわけじゃないから、あー、まだ分からんけどな。ただ、さっきみたいにスキルはしっかり当てていって、やっていった方がいいな。ちょっと序盤最初の方が、あ、ダメージ食らいまくって何もスキル打てんかったから、そこがちょっとあかんかったかな。あー、当たらんか。あ、いきなり当たってしまったか。あ、まずいなこれ。あ、まずいまずいまずいわこれ。食らいすぎだろ。あ、黒曜石の魔石ってるだろこいつ。強すぎろな。あかんあかんあかん、これマジでかいわ。動けないからな、正直。これずっと連打してるけど、あ、動けないから。あ、いけそうかな。あ、こいつ、あ、いけそういけそう。こいつ一体でも倒したいな。ああ。
キル1回が2回打っただけでやられていたので、何の活躍もしてない何の活躍もしてないんだが、え、48万って体力多い方やんな。これ1人負けた時点で、だいぶ不利になるから、正直今のは脳幹にしよう。今の今のはあかんわ。いやー、2桁行きたいな。やっぱり報酬が1000ジェム多くなるから、かといってなんていうんやろ、2桁なるために、ジェムを使いまくって1000ジェム使ってしまった、結局元も子もないというか、まあ、無理だったら無理でも今週はまあ2桁諦めようって考えた方がいいかな。結局自分がジェム割ってしまうと結局あんま得しないから、結構他のジェム、ビルドも強くなってきてるからなかなか勝てないですか3VS1 でえらい戦えてるな。絶対兄帰ったらもうボコボコやけどなあーこれもうダメかな。さすがに 3VS1 はもう身動き取れないと思うからしょうがないな、これは。いやー、ちょっと最初の試合がゴミすぎたわまあ、装備もね全然強いしな。14万と19万で13517位か。ちょっと2桁今週無理かな。てか強えわ一応ウッキーの装備は2つ揃ったんですけど、あと1種類がなかなか揃わなくてね。なんかサブキャラでやったらいけるって話聞いたんですけど、めんどくさいいっそのことね、ガチャ引いた方が早いかなと思ったりするんですけど、あ、これ買ったな。あ、弱いわあ、このねカットがさずるすぎるわ。ヘルプレアのこのカットがどう対処、あ、どう対処すればいいんだよもうちょっと練習しないと、これお話にならないほど下手くそやから、スキルがまだ当たるんだよな。まあそもそも今兄貴が あんま強くないから、それしょうがないから、どうすることもできないっていうのがあるんですが、やっぱスキルでそのガード負荷のやつがなんかシーズン2で出るみたいなんですけど、やっぱそれをちょっと装備しないと無理かないや、この隠したないってやったらだいぶ有利に戦えるな。あれ消えたえ、今消えた、今ここでなんかやってたよな。それか、なんか どうしたら強くなるのか。でも黒曜石を多分つけたらだいぶ違うと思うんですよ。で、もう SSS も全部防具につけてるし、そんな悪くないんやけど、なかなか勝てないんだよな。あ、これはいけそうやな。さすがに 3VS1 で負けたらやばいしな。まあ、ジェムも5万6000あるし、これは、マントに使いたいっていうのがあるんですよね。95位か。61、60、まあ、勝てるかな、どうやろまあ、一応なんか闇の帝王軍ってことで、マントはね、じゃあ、羽は全員なんか黒い羽してるんで、たまたまかわからないですけど、やっぱマントの黒が欲しいな。やっぱそれでだいぶ装備が違うから、これ突撃していくぞ。怪しいぞ。サンタコスってね、サンタコスなんかあったっけ。もしかしてあのクリスマスのやつ、あれって強いんですかね。正月 のやつは強いって聞いたんですけど、サンタは強いな。あれ95位のくせに弱いな。やっぱ突っ込んでいった方が強いか。あ、弱い弱い。何これ、下手くそやなあ、いやだってこっちにノーダメやぞ。ほとんどダメージ食らってないんだが、しかも相手キキがいながら、あいつもやられそうやなあ、弱い弱い。いやもうなんか危機に変えたいなって一瞬思ったりするんですよね。やっぱ兄か、ちょっと性能が違いすぎるから、なんか最近瞬間移動をよくするな。あ、もう勝ちかなこれは。あ、95位でこのレベルやから、正直2桁いけると思うんですけど、やっぱそうやな、2桁の中でも50位以下は強いけど、まあ50位以上はそんな強くないかな。で、あと3回か。あ、結構時間かかってんな
あれ落ちたかな。あー落ちたっぽいなこれ。あーもし落ちたんであればちょっともうこれで一旦中断しようかな。あー人も集まらなそうやしな。あーいやいいやもうちょっとこれ中断するわ。あー106、あ106位になってんのか。あーそうか、106位になってたらちょっとな2桁までやりたいな。2桁までちょっと今のなんか切ってしまったみたいな感じなんで、ファーストさん申し訳ないな。あいやファーストさんが弱くて切ったわけじゃない、それだけだからファーストあーちょっともう一回招待しておくか。あラピオさんか、ラピオさんも結構参加してくれるかな。アドミネーターさん、アドミネーターさんもあ106位。暗黒騎士団はパクリやろ。あパクリか、しかも63レベルおったしも負けやろ。63、65レベルとかさ今の段階でおるやつおんねんけど、どんだけジェム割ってんだって話ですよね。早すぎるだろ65レベル今の段階でとか。とりあえずこれ参戦やった頃には多分2桁いってるから、もうこれ突撃するわ、この突撃した方が強いな。あ、まずい。あー、やばい。あちょっと一回逃げて、上の方でちょっと。よし、よし、移動。よし、あー、あーあ、まずい。あ、あまずいな、これ。こう、団子状態になってしまうと、もうほとんど、あー、まずいな。まずいな、これ。スキルが全く当てれてないんだが。スキルが全く、よし、いいぞ。あ、よしよし、いいぞ。あ、これ買ったか？あ、よし、よし、あ、よしよし、いいぞ。だって固まってるし、これはまあ、結構いいな。まあ、五分五分な感じって感じやな。スキルちょっと、あー、あなるほどね、はい、やばいやばい、アドミネーターさんが普通ボッコされてるぞ、まずいな。あ今のパスケた感じやな。あよし、いいぞ、まあ、1体倒すとだいぶ有利になる。もうアドミネーターさんちょっと休んでもらってスキル貯めてもらって、その間に私が、あアドミネーターアドミネーターもう死んじゃったか。いやこれちょっと無理だな、あ厳しい厳しい。よしよし、いいぞいいぞ、よし。ただ倒したのはラピオさんか。いやでも危機に入れすぎてもきついんだよな正直。あよしよし、いいぞ。これ買ったかな、 2vs1 でまだ結構恥なんだよな、どんだけ PS スキルのがないかないのかって 思われてしまうから。まあこっちも危機に行っておるからなんとかなりそうな気もするが、もう逃げるんやったらこれガードしとこうぜ、これ行かない方がいいわ、ここで待機してるのが勝ちや。でどうせあっちは来なければいけないから。あいやいや負ける負ける負ける、やばい。ただ防御力が強いからなかなか減らないと思うんで、もうこれ待機してた方が勝つわ。あ待機しとこ。ずる賢いけど一番これが賢いから、あと10秒で何ができる、できないやろなもう。いや何もしないのが一番得策やと思うけど、まあまあそうやな。で今何位になってやろう、もう103位ぐらいになってんのかな。もう結構あの私のギルドも60レベルが結構増えてきて、まあ、なかなか強くなってきて、ただレベルはねあんま関係ないっていうか、まあレベルというより装備かな。あ105位か。あと2回やって、あ65レベルおんぞ、やばいな。65レベルおるけど大丈夫か。あなんか最近よく落ちますね。あ65レベルはさすがにガチ勢やな。
あ、まずいまずい。あー、なんやろな、これガードできない。キキさんはえぐいだろ、さすがに。キキさんは、あー、くそ、あーなんてこと、これまずいまずい、強いな、これヘルフレアなんとかしろよ、これ何した方がいいんじゃないか。あー強すぎるだろ、てかスキル1個も当たってないな、多分これ。あ、1個も当たってなかったわいや、そもそもキキとね、アニカの相性が悪いからしょうがないっていうのはあるけど、一番レベルの高い63の私が先にやられてしまうのはいかがなものかとね、思うんですけど。あと1人で、あと1回で、まああと1回で終わりって感じかな。ただもう2桁いけそうかな。でも結構ギルドメンバー頑張ってくれるから、あー101位か。あー、これ買ったらまあ2桁いくな。あー、ちょうどいいわあー、来た、正義さん。正義さんは強い。ただレベルはそんな高くないけど、いや正義さん有名やで、強くて。あー、5位やったかな、さっき見た時。絶対負けたやろこれ逆にさ、あー、こういうのに買ってしまったら逆におかしいと思うんですよね、これあ、いや、買ったら逆におかしいわ。さっきのやつでもすごいフルごっこやったのに、勝てるわけがないからな。突撃しに行くか。あー、くそ、当たらんな、やっぱ。あー怪しい。ちょっと一回逃げるしかないな。ていうか、あの兄かずっと放置してんじゃねえかよ。ただ勝てない相手ではないと思うんですけど、いやー、まとめられたなこれ。ああ、あかん、3人まとめられて、何これ。ええうますぎるだろこれってことで、あ、92位か。あー、すごいな。なんでこんな上がったんやもう他の人たちが多分頑張ってくれたと思うんですけど、いや、正義さんはうまいわ、さすがに。やっぱ今のはちょっと3体あれ転がしていって、橋の上までこう転がしていって、しかも3体一緒にこう転がしていってさ、上下で挟んで、しかも真ん中でアニカでこう攻撃して、やばっ。実力が違うなと思い知らせたけど、もうでも2桁いったからな。あー、もういいと思うわ。ちょうどギルドも、ポイントもなくなったし、まあ、ちょっと長くなったけどな。